2、3メートル級ら多数接近。心臓を捧げよう。ほら、いた。一箇所に固まっている。あの馬を殺してここから離れる。それだけでいい。リヴァイ兵長がどれだけ強かろうと。アルミン、お前か。俺たちの戦士長には到底かなわない。いや、もういい。新兵、残りの馬を西側に移せ。エレン、一体何のつもりだ。なぜ自分から姿を現した。完全な座標の力を身につけた後では手遅れだ。なぜわざわざ壁に囲まれた志願しなくの中で巨人化する。いや待て、おかしい。本当に逃げるつもりなら。そうか、奴らの狙いは考える時間もくれねえってわけですか。俺の目標を馬からエレンに移すことか。前回エレンはライナーをあと一歩のところまで追い詰めましたが、おそらく奴なら考え至るでしょう。よし、食いついた。単純な対策ですが、